サッカーファンの皆さん、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。ゲームの解説は福西崇史さんです。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、サンフレッチェ広島が清水エスパルスと戦います。こういう組み合わせを待っていました。素晴らしい試合を期待しています。このチームはピッチ全体で相手にプレスをかけてフリーでのパスを出させないプレーが得意ですね。今日のラインナップからもそんなスタイルが見込めるのではないでしょうか。そうですね。よほどボールコントロールに長けていない限り、圧力を受けたチームのプレーは乱れミスにつながりますからね。今日もとことんプレッシャーをかけていくはずです。エスパルスの S はサッカー、清水、静岡の頭文字で、パルスは英語で心臓の鼓動を意味するそうです。さあ試合開始。まずはサンフレッチェ広島のキックオフです。これはナイスインターセプト。ここで決められるか。決まった。試合の序盤に先制ゴールが決まりました。リプレイを見てみましょうか。このマイナスのパスが決定的なチャンスを作り出します。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。白崎亮平、じっくりと出しどころを探します。乾、深くえぐってマイナスに出す。どうだ。決まった。ゴール。再び同点。試合は振り出しに戻ります。さあ映像が来ました。このマイナスの折り返しが素晴らしかったです。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。サンフレッチェ広島、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。試合が振り出しに戻りました。同点ゴールの映像をご覧ください。ボックス内から右にシュートを決めました。
このコーナーは誰に蹴るか。ディフェンダーにクリアされました。裏までしっかり見えています。ボールを戻します。決まった、ゴール。これで再び1点リードです。この直前ぐらいからゴールの予感がしていましたね。フィニッシュもゴールの間近からきっちり決めてきました。白崎亮平、乾隆、パスは通さない。サンフレッチェ広島、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。これはいけそうだ。キーパーのダイビングセーブ。ここは守りきりました。ショートコーナーを使ってきます。仕掛けてくるのか。すぐにボールを戻しました。ドリブルで進みます。ここは奥に入れてきました。中央へのボールはクリアされました。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。白崎亮平、何かしてきそうですが、乾、いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。同点に追いつけるか。ここで同点ゴールが決まりました。これでゲームは振り出しに戻ります。かなり白熱した試合になってきましたね。両チームとも一歩も譲るつもりはなさそうです。あれだけ長い間ペナルティーエリアでボールを持たれれば決められちゃいますよね。本来はもっと厳しくチェックに行っておくべき場面でした。ディフェンスの連携を見直した方がいいんじゃないでしょうか。鮮やかな同点ゴールでした。緊迫した好ゲームになっています。ここでうまく対処します。これはいけません。あっさりとパスカット。サンフレッチェが攻めに出ます。仕掛けられません。ボールは相手に渡りました。白崎亮平、サンフレッチェ広島、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。このピンチはクリアでしのぎます。いい位置です。チャンスにできるか。狙える位置です。もう綺麗に決めました。
フィニッシュに至るまでのポジショニングがいいですよね。オフザボールの動きでチャンスメイクをしたからこそのゴールでしょう。タックルが決まった。ボールを取り返しました。柏義文、そう簡単にはボールを渡しません。佐々木翔、素晴らしいボールだ。決まった。これでリードを2点に広げました。わずかに触っているんですね。あと少しで失点を防げただけに、ここはキーパーも悔しいでしょう。アディショナルタイムが2分増やされましたね。ボールを運んでいます。さあ上げたい。スコアは4対2。ここでハーフタイムを迎えます。この選手ですが、両チーム合わせてもトップクラスの活躍です。仕事をするスペースをうまく見つけてチャンスを作っていましたね。バイタルエリアでたくさんボールに触っています。ゴールはその結果でしょう。後半開始です。鈴木、白崎良平、いいボールを送りたい。ボールを一旦エンドラインの外に出しました。コーナーキックです。ゴールの瞬間の映像が流れます。ゴール右下へのシュートです。ボックス内から狙いました。ここから狙うのか。このボールは止めただけ。クリアできるか。ここはキーパーが抑えます。先ほどのシュートに比べれば簡単に処理しました。そうですね、あれは見事なセーブでした。自信を持ってプレーしていますね。広島の攻撃です。柏、どこから崩すのか。ボックス内へ入れてきます。大きくクリアして危機を出しました。清水エスパルスがパスをつないでいく。2点のビハインドから流れを変えられるか。ピンチを出します。カウンターを狙います。上がっていけるか。惜しい場面でしたが、このカウンターは失敗です。
チャンスになるか。柏吉文、ボールを前に運びます。ここはタックルでうまく対処しました。相手ボールのスローインです。ドーグラス・ビエイラ、おっとインターセプトです。危険な位置です。緊張感が増してきます。ドーグラス・ビエイラ、前線の選手が下がってボールを受けます。ドリブルで運びます。さあ折り返せるか。ドーグラス・ビエイラ、キーパースーパーセーブでピンチを回避。いやー、あの距離からのシュートに対して素晴らしい反応でしたね。この交代で流れを引き寄せることができるでしょうか。ショートコーナーを使います。青山、これは読んでいたんでしょうか。乾隆、狙った。このシュートはブロック。おっとインターセプトしました。乾、2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。いい流れで来てますから、この機を逃さないようにしないといけません。最後はかなり近いところから押し込みました。あそこまでボールを持ち込まれたらどうしようもありません。柏吉文、ボールポゼッションを守れません。鈴木、同点に追いつきたい。これが最後のチャンスになるでしょうか。清水エスパルスのうまいパス回し、チャンスを伺います。やりました。クリアすべきでしょう。今ならカウンターで数的優位を作れそうです。このカウンターは要注意です。おっとボールを失いました。ボールをキープして自ら勝負します。ここまでの差がつくというのは予想する人は少なかったんではないでしょうか。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。
この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。非常にゴールシーンの多い試合です。乾貴士、ここはクロスのチャンス。強烈なタックルです。柏吉文、これでアディショナルタイムに3分が追加されました。今日はパスの成功率も高そうです。はい、ミスが少ないのは評価できますね。これはいけそうだ。入った。ゴール。これでリードは3点。終盤を迎えても攻撃の手を緩めません。まさかニアポスト側に打ってくるとは思いませんでしたが、それにしてもあのコースをセーブできないのはキーパーの問題だと思います。試合終了です。ホームチームが見事に勝利を収めました。チームは相手を終始圧倒していましたね。監督のプラン通りに試合を進められたことがスコアにも表れています。選手たちにとっても自分たちのやってきたことが正しかったと再確認する結果になったんじゃないでしょうか。この調子なら次節も好成績を望めそうです。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。よくやっていました。勝利につながるゴールを決めてくれましたね。